茨城県高萩市東本町に来ています。この東本町は山から流れてくる放射性物質のせいで、土部掃除した後のおでなど放射性物質について放射線量を測ったりするとかなりの高い線量が測定されます。今も測定しているので早速見てみましょう。今こちらの土部掃除から出てきた泥ですね。これが今どのぐらいあるのか、メーターは振り切っています。ゆえに2マイクロシーベルト以上あるということがわかります。続きまして、この東本町で、見られるこの住宅街なんですけども、こちらの屋根も除染してないせいか雨どいの下を、サーベイメーターで測ってみるとかなり高い放射線量が測定されます。早速ですね、雨どいが外に出ている部分があるので、そのところを今測っているところです。どのぐらいの放射線量があるのか、雨どいの終端のところが露出されている部分ですね、そちらを今測っているので早速見てみます。このようにですね、雨どいの、雨水の出口ですね、こちらが水が溜まりやすいのでこういうところが放射線量が高いです。メーターを見てみると、やはり2マイクロシーベルト以上になっているので、早速今 0.1 倍のレンジを1倍に変えて見てみましょう。じゃあ早速、1倍にしました。そこが測定のポイントです。では今どのぐらいあるのか、ちょっと見づらいかもしれませんが、レンジは5マイクロシーベルトを測定しています。この雨どいの、雨水の出口付近ですね、この辺に、吸着している放射性物質から、出される放射線量は5マイクロシーベルトありました。